ナさんね、すごい耳ディフレ気に入ってくださってるんですよね。はい、シアバターだと普通のオイルと違って熱を持たないので、うん、お顔とかこういう耳とかデリケートなところをやるのにもすごく適してるんですよ。へえ、うん、今日ノーメイクでいらっしゃってますか？いや、軽く。あ、軽くされてるんですね。はい、でもそういえば肌も前より綺麗になりましたよね。あ、本当ですか？うん、前ちょっとですけど吹き出物とかあったじゃないですか、うん、今全然ないなと思って、うん、やっぱカップラーメンですかね、しつこいけどあ、でも結構それはあると思いますね、油分多いですもんね、うん、カップラーメンって。良かったですよね、はい、そういう風に体が、ね、楽になって。そうですね、すごい辛そうでしたもんね。そうです ね、ひどい時はちょっとずつ、ね、食生活とかストレスとか、まあ、ほぐしに来たりとかもしてるから。そうですね、いらしていただいてもいるし、うんうん、やっぱ明らかに体力とかも前よりなんか持つようになりました。うん、まあ、やっぱ疲れやすかった。そうですよね、うん、すごく大変そうでしたもんね。はい、これはもう完全に安心できる場所ですね、うん、はい、耳はそうですね、耳はそうですね、耳は用心しなくちゃいけないことがないので、はい、リラックスできますね。いや、人に触られるのって痛いイメージありましたけどね、耳って。あ、なんかそうか、引っ張られたりするとね、痛いですからね。なんか喧嘩の時攻撃するパーツが、あー、確かに確かに耳噛んだりとか ね、ありますね、あるある。のび太くんのお母さんとかよくやってますね。あー、確かに、よく聞きなさいよとかそうですよね、はい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 、だからなんか禁断の場所だと思ってましたけど。あー、そうですね、確かにあんまりそういうイメージから言うとリラクゼーションにならないって思いますもんね。
拷問みたいに痛いのかなっていうイメージがありますよね。全然違ったんですね。はい、気持ちいいですね。ね、でも本当あの肌も本当に滑らかになってますよね、はい、前より。あのお顔とかだけじゃなくて全体的に、うん、足とかもちょっとこう今だから言いますけど、はい、ちょっともうちょっとザラザラしてるところとかあったんですけど、はい、今日ないなと思って。あ、うん、やっぱやっていくうちに、特にオイルトリートメントってすごい肌綺麗になるんですよね。へ、うん、なんか温めたりもあるからだと思うんですけど、うん、すごくこうやっぱり定期的にオイルマッサージしてる方って、うん、肌綺麗ですね。あ、大事ですねそれは。うん、大事ですよ。肌の質感がやっぱ、女って大事ですよね。あ、ですね、それはある、うん、肌綺麗だとだいぶねやっぱ若くも見えますしね、うん、あの魅力的に映りますよね、肌感っていうのは。顔のパーツもよりも大事かも、うん、あ、大事ですね。なんか顔立ちよくても肌が疲れてるとね、うんうん、そうおばはんになりますね、一気にね。そう肌質良くしても、あ、肌質良くすると顔が多少あんまりでも可愛く見えたりとか、うん、あ、確かに結構ね清潔感出たりとか、うん、いいことありますよね、うん、写真とかだとなおさらそういうの出るんじゃないですか、やっぱり顔のキメの細かさとか。あ、出ます ね、 ねえ、拙者で撮られちゃうと。そうです ね、 ね、私なんか、うんうん、結構肌が綺麗に見える、うんうん、なんかそういう肌質みたいな、うんうん、で、まあ、結構荒れてても、あ、色白いですしね。そうそう、多分飛ぶんですね。そう、目立たなくてするから、あれ私肌綺麗なんじゃないかと思って鏡見るとこっちが現実かって思うことがあります。でも得しましたね、肌の色とかね。お仕事的にはそうですね、うん、得ですけどね、うん、でもみんなね、ほとんどの人は肉眼で私を見るから確かに写真に恋されてもみたいな加工した女にしかならないみたいな確かに今加工できますからね、写真はちょっと ね、真実味がね。なんか美肌になるアプリありますもんね。ありますね、相当ごまかされますよね。ごまかされますね、あんなの。プリクラとか別人ですもんね。ですよ、ちょっとあれはやりすぎです人じゃなくなりますしね、なんか目が縦長にな血行良くなったせいか痒くなって、うん、痒くなってます。痒くなってますちょっとね、あの、はい、確かに血行良くなると部分的に痒くなる人もいますね。もともと乾燥肌の人とかだと特にちょっと痒み出やすいですね、うん、肩が今すごいあれですむずむずしますむずむずしてます。そうですね、ちょっとやっぱ元が冷たかったので、あったかくなるとちょっとこう血管拡張の時に痒みが出ますね、うんうん。左肩上がりますね、うん、ちょっと左の脇やりましょうか。
丈夫ですか。はい、はい、肋甲骨が外に開いちゃってるんですよね、うん、これが、うん、やっぱりちょっと中に収まってくれると動きやすくなると思うんですけど、この肋甲骨が外に広がっちゃってるせいで、はい、あの肩の動きが悪いんですよね。あ、はい、そうです。あ、やっぱりそれやると開いちゃうんですよ、左の肩甲骨が。あ、そう寝ると楽なんですよね。まあ、そうですね、そういう風に形がついてるのでついそうなっちゃうんですけど、なんか仰向けに寝るの腰が痛くて、はい、あ、なるほど、つい横向けで寝ちゃうんですよね。なるほど、そうですね。あと金縛りが怖くて。え、金縛りがあるんですか。です、結構仰向けで寝てると、金縛りはやすいです。天井に何かが映ったりするんですか。そうですね、怖いですね。はい、だから横向きで寝る癖がついてしまう。怖い、怖いですね、怖い思いするならみたいな。え、金縛り体質ってやっぱ子供の時からですか。あ、でも超疲れてる時に、超疲れてる時にしょっちゅうではないですけど。なんかね、はい、たまにいますね、金縛りになる人。うん、私一回もなったことないです。本当ですか。うん、なんだろう、精神的に追い込まれてるとないのかな。いや、まあ確かにすごく疲れてると、うん、脳と体のこう、なんていうんですか、つながりが悪くなっちゃって、ね、医学的になる、ね、らしいですけどね、うん、そうは言われてるけど。なんですか、その部屋に曰くはないんですか。あ、でもあるんですよ。いやですね、そうなってくると本当に笑えないじゃないですか。風水的には良くない部屋の位置。風水的に塩とか置いてないですか。はい、置いてないです。置きましょうよ、なんか魔除けの札とかなんか嫌じゃないですか、実質が。あ、それがあるのがまたね逆に怖いですよ。確かに嫌な部屋。確かにね確かに、なんかちょっとね、友達とか彼氏とか入った時に、ね、塩とか札とかあると、ね、確かにちょっとね、うん、ムードが悪くなりますね。どういう曰くがあるんですか。あ、風水っていうのが、あ、風水っていうか、なんかこう、うんうん、玄関がうちなんか鬼門にあって、うんうん、あら、まあ、なんかたまたま私のへへいる部屋がなんかこう霊堂になってるらしい。霊堂、霊が通るところなんですか。めっちゃ怖いじゃないですか。通られてるんですか。です、いや、気持ち悪い、落ち着かないですね。そうですよね、恐ろしいもんですよ。どんなことがあるんですか、その金縛り。まず体が動かないってことですよね。はい、それでなんか変なものが見えるとかにもなってくるんですか。私でも見えないんですけど、でもその部屋で心霊写真が撮れたことは。どんな写真だったんですか。あのカレンダーの裏側に顔が、はっきりした顔なんですか。そうですね。その写真見たい。なんかこう昔のガラケーで撮った写真だから残ってないんですよね。あ、そうなんですね、うん、へえ、そうなんだ。恐ろしいもん。なんかね、あれじゃないですか、
山口敏太郎さんとか、あ、はいはい、そうですね。あの人 UFO だから、あまり例は関係ないのかな。はい、あでも結構怪談本とかも出してますか。はい。ね、中澤さんつながりでね。そうですね。中澤武史見てらっしゃいそうだけど、この人実は。なんかね、分かる人になんか、はい、ちょっとどんな診断されるのか、ね、見てもらえたりとか、あ、霊能力、ね、したくないですか。あ、そうですね、ちょっと怖いですけどね。まあ、一時期体調悪いのも実はそのせいなんじゃないかみたいな、へ、なんかついてるんじゃないかなって思ったことありますね。へ、まあ、確かにね、あの、うん、やっぱお祓いとこういう仕事ってちょっと近いところ、うん、リンクするところあるんですよね。あ、うん、やっぱそれで肩重くなるとか実際ねあるみたいなんで、うん、いろんな場所行きますしね。あ、そっか、うん、そうですね、いろんな人と会うし、うん、いろんなとこ行くしだから、ね、うん、なんか もらってきちゃうみたいなね、なんか悪い気温みたいな、 ありそうだな。確かに、さっきよりここは結構柔らかくなってきましたね。あ、そういえば痛くなくなりました、うん、寝る姿勢変えた方がいいんですかね。なんか抱き枕使うとかしたらもうちょっといいんじゃないですかね。ぐしゅってここで潰れちゃうから、はいはいはい、よくないんで。なるほど、うん、とかなんかそうですね、仰向けで寝るのも多分膝が伸びてるから腰辛くなるので、はい、膝も上がるようにちょっとなんかクッション入れとくとか、うん、きつくないですかね。はい、はい、はい、で楽にしてみてください。さっきよりは下がったんですけど、うんうん、やっぱりなかなかあれですね、強いですね。結構なやっぱりありますね。ちょっとこちらも見えないんですか。
とあれですかね、バッグとかもありますかね。バッグどっちに持ちますか。あ、私いつもリュックサック。あ、リュックサックばっかりですか。はい、バッグの影響はないんですね。はい、うん、ちょっと左横向き寝が結構長いですかね。長いです。長いですね。だいぶ癖がついちゃってますね。なんか胃が痛くなると左向きで寝るといいとか言います。あ、そうですね、胃の、うん、そうですね、胃の位置がやっぱ左なので、うん、そうなのかもしれないですね。左肩に出てきちゃうのもあるのかもしれないですね、うん、ちょっとこっち向きに寝たいと。はい、キッチンにしていいですよ。楽にしてくださいね。でも
ですね。前より前めっちゃ痛がってましたもんね。そう、いやまだパキパキで、ね、しますけど、でも、うん、まあ割と可動域広がってますね。うん、手でもやりづらいですね。でも今ほぼ一緒な感じですね。頭にこう柔らかさというかこう入る感じ、はい、ね、ガチガチっていうんじゃなくなりましたね。あ、うん、この動きが出てますよね。こういう風に頭皮をこう動かした時にちゃんと確かに前動かなかった、うん、動かなかったんですよね。フィットする感じになって動きがあるようになりましたね。肩もこう押した時に下がる感じ、突っ張るっていうのがね、ないですよね。うん、まあ高さもね、こう左右が、さっき左がグッと上がってる感じだったんですけれども、うん、まあ、下がるようになってきたので、これでね、大丈夫そうですね。はい。はい、お疲れ様でした。はい。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。いや、力が抜けました。力が抜けました。軽くなりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。放心状態。ね、ちょっと結構痛かったりとか緩急がありましたからね、いろいろお話をしたりして、ね、はい、だいぶリラックスした感じですかね。はい。はい。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします。